はい今回は人生で大切なことに気づく分かりやすい言葉とまと、あ、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願い,いたします、まあ、あの YouTube のです、ね、コンテンツをいろいろトピックを探していたら、まあ、ネット上に素晴らしいことがありましたのでどなたがおっしゃったのか分からないんですが、まあ、いい話だなと思うので、まあ、そちらをです、ね、今回考えてお伝えしていこうと思います。 人の悩みということですね。人生でいろんなことに悩むんですが、例えば自分に対してであったり、他人に対してであったり、そういった悩みに対してであったり、投稿されていた素晴らしい言葉があると、そちらを考えていきます。よくですね、なんていうのかな、皆さんも思われると思うんですが、難しいですね。 忘れていいのかあるいは忘れていけないことなのかとかねまあ、そういったことで悩んだり、まあ、とにかくまあ,あ僕もそうですし皆さんもそうだと思いますが、まあ、人生あるいはですねまあ、人で、えー、まあ、対人関係とかそういったことで悩まれる方が多くいらっしゃるんじゃないかと思います僕もね職場とかでそういうことを思うことはあるんですよで、えー、まあ、そういった方に向けてなのかわからないんですがまああのー すごく的を得てる、うんまあ、あっていうことを7つぐらいかな、うん、SNS に投稿されてる方がいらして、まあ、どなたかわからないんですけど素晴らしいなと思ったんで、えーまあ、そちらの方のご意見を紹介させていただきます、えー、7個ありますので、えー、順番にい、えー、きます1つ目考えすぎの9割は暇が原因2つ目嫉妬するのは自分の状態が悪い証拠 3つ目、完璧主義はただの自己満足。4つ目、休むことに罪悪感は一切いらない。5つ目、他人はどうせ忘れる生き物。6つ目、分かってほしいなら口で伝えること。7つ目、どう頑張っても 2, 2割には嫌われると。 えー、だからこう何て言うんですかね自分の人生に対する向き合い方あるいはですね対人関係について、えーまあ、悩まれることに関しての、まあ、言葉をおっしゃっているんでしょうけどまああの特にこのね、えー、まあ休むことに、ね、罪悪感はいらないとか。 まあそういう例えば対人関係のことに関して、えーまあ、す,すごいなと思って、でこの,あの投稿文というのは多くの方に注目されて、共感されている内容だったんで、まあ、そうだなと、まあ、思うと、まあ、僕もあの思いまして、この話をさせていただいているんですが。 やっぱり、まあね、僕は言っていいのか分かりませんけど、まあ、人として大切なこととか、まあ、そういったことがあるで自分もあるいは他人もだと思うんですが、まあ、そこでですね、やっぱり今出てくるのは、まああまあ、よく言われる幸せとかね、そういったものですが、まあ、自分の考え方解釈次第っという、まあ、ことなわけですよ。 だから、ね、よく、まあ、いろんなコンテンツやいろんなトピックがありますが、そこに真実は一つなんですが、その解釈がいくつもあるということから、でその例えば幸せであれば、自分の解釈次第ということなんですね。でこの、ね、素晴らしい7つの投稿されている言葉っというのも、その解釈について言っていただいていると。 うん、だからこう、ね、人間関係でいろいろ悩まれる、えーまあ、自分のことで悩まれる、あるいはです、ねえー、他人のことで悩まれる、えーまあ、そういったあ、まあ、ことを思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、えー、もし、えー、そのようなことがありましたら、何かお役に立てればと思いまして、この7つの言葉を、えー、投稿された方は、どうなたかわからない一般人の方なのかもしれないんですが、まあ、素晴らしい方だなと、まあ、僕は思いました。 まあ人生について、えーまあ、何かねご参考になっていただけるもの自分に対してあるいは他人に対してとていうことを、えー、になっていただければと思うんで今回はちょっとそんな話をしてみました、えー、皆様いつも聞いていただいて本当ありがとうございます今回はこれで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします